レジェンドモード復活1のスペシャルカードで縛ります。なので光の玉とマジックバリアとかはそういうのは禁止でいきます。任せろ、伝説を今ここに。よろしくお願いします。よし行くぞ、伝説作ろうぜ。ね、レジェンドクエスト俺できねえからこれこれお前これまあ使えるのだからドラゴン切りかロトの紋章ということになりますね。はい、そのでね、その2つのまあほぼドラゴン切り一択なんだよな、そうするとそれをするんだったらドラゴン切り一択じゃん。あ、ヤシメザカめっちゃ出る。いいねいいねいいね、スタオキビはさすがに強えなお前。おたけびから入ってくる。まあまあまあ、ここで止まらないのがいいな。あー、スタッチは止まるよな、スタッチは止まるよな、しゃあない。まあでもね、さすがに竜王は行きたいところですね。ね、ちゃんとレジェンドモードできないからね、レジェンドの雰囲気を味わおうということですね。はい、涙ぐましいくぜ。ほいよ、あかん、さすがに着熱ダメか。大地怒った方がいいな。大地怒るか、怒りくんするか。大地で行き浅いところ、ダースドラゴンがやっぱね今回活躍するからな。耐性面ではダースドラゴンすごい強いからね。で逆に耐性面で足を引っ張るのはこのスターキメラです。はい耐久面がもうボロボロなんで、基本的にスターキメラはやばいって。ゴールドマンがやばいって、それはゴールドマンがやばい。今度は全部 A だなってなると、ドラゴン切り使うにしてもさ、ドラゴン切り使うも何もこれ大丈夫、成立するのかい。行くぜラッシュフェザーでいいものをちょこちょこプレミア目立っております。大丈夫でしょうか。あーでも、結構食らうね煉獄の火炎。あれこれいける、いやいける、大丈夫、いやさすがにいけるあれこれいけるってなっちゃいますから、信じろ、いけるよ、大丈夫、いきます。大地に怒ります、怒ります。なあ、竜王の城の床を持ち上げる、竜王の城の床を持ち上げるスタイルですよ。いけるいける、大丈夫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 だ。なんだったらこのターンに勇気たまるからね。あ、でも一体さっきミス響いてたな、動けないのと。でも大丈夫、勇気たまると思うよ普通にこれ。うん、そしたら勝ちだからね、 SP なしで勝てるからね。さすがにここ耐えるよ。うん、まあ竜王だからね危ねえな、ギリギリだぞ結構。これで大地の怒りして、うんしょ、いいよ。これ次のターンラッシュフェザーして多分勇気たまって勝ち。なんだったらスペシャルカード使ってねえじゃん。スペシャルカード使ってないのはレジェンドクエストで減点ですけどね。よし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 、オッケーオッケーオッケー、よかったよかったよかった。さすがにね、さすがにモンスターマスターレベル99のくせにさ、物量竜王に負けてたら面白すぎるでしょそれは。竜王よりね長く生きたドラゴンがいるんですよ。これイニシエルドラゴンって言ってねイニシエルドラゴンって言うんですよこれ。竜王なんかよっぽど長く生きてるよこいつ。い、追い返しの一撃、ここで復活、ヒュー何何何何何何こんなんめったに見ないもんやつやん。まあまあまあ、ここちょっとぐだっちゃいましたけど、ここはぐだりました。はい、認めます、いける、大丈夫、任せろ。新竜王にちゃんと勝てばいいんだろ。こいつだよ、引きちぎるがやばいんですよこいつの。来たぞ、さあレジェンドクエスト1再現しようや。さあスペシャルカードはドラゴン切りも確定なんですけどというわけでね、1のね、もうこれレジェンドクエスト、ギリレジェンドクエストですよこんなもんモンスターまでちゃんと1で固めて。さあ新竜王にはね、灼熱突然の攻撃よく通るんでね、灼熱を使いたがるこのパーティーには相性がいいぞ。いいね、399か、なるほどね、結構出るね、さすがに引きちぎる、やばいって、本当にやばい、それはよけろ、あー、うわ、これ2回これが2回か、え、本当にちょっと待って、スターキメラが足引っ張ってんのこれ、よけろ、あー、もうきついって、もうきついもん。いけ、黄金の波動、いけ、はい、よいしょー、はい、よいしょー、はい、よいしょー、いいね、600はやばい、600はやべえ、さすがにやばい、それをダメージはすごい、何何スターキメラ、ダメ、スターキメラちょっと足引っ張りすぎだな、ちょっと攻撃外すわ、止まるわ、引きちぎり食らうわ、
おい、おい、イグレジメロ、お前、イグレジ。待って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 、本当にちょっと待って、やばいってこれ、本当にやばい。企画が終わる。企画が終わっちゃうって。え、これ、これ勝ち筋どこ、あれ、ここから勝ち筋どこですか。3ターン目がね、引きちぎるか、凍てつく波動で、凍てつく波動を引くしかないよ。うん。あれこれいける本当に。あれこれいけます。いや、諦めないよ。俺は、諦めない。諦めません。私は勝利を諦めきれません。いつも言ってるじゃないですか。僕、諦めねえよって言ってるじゃないですか。諦めねえよ。ここから逆転劇見せます。引きちぎる2回回復ってこともあるからね。うん、奇跡が起これば受けれるから大丈夫。奇跡の魔法あるんだよ。奇跡の魔法あります。いや、スターキメラがね、やっぱ耐久面になんかありすぎてんな。灼熱を吐いて、いいよ、なんとかなる。まだこっからなんとかなるぞ。オグの波動だ、よいしょ、ボガー、よいしょ、ボガーよけろよけろ、ここで奇跡の2回、今までのチャラになる、チャラになる、よいしょ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 。まあこいつらには荷が重すぎたかな。うん、こいつら荷が重かったに。こうなったらもう一つドラクエボンチームを追加します。もう何でもありか。まあここまでから何でもありですよ。勝っちゃいいんでしょ。違う、それは違う。というわけ